moments are the important moments that connect us. 杞憂名古屋。皆さんこんばんは。11月21日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンサースタジオから杞憂名古屋お送りいたします。先週はですね、金曜日ね、杞憂名ごぼう、オフ会がございましたけどね、とっても楽しかったですね、本当に。まあ、そこのね、皆様で、私のね、ことを見ていただきましたけども、とってもこう滑りとかね、そういうおちゃらけもなくね、誠実なね、王子がね、見せることができてね、とっても良かったと思います。滑り王子マスマンでございます。はい、杞憂名ごぼう、参加いただいた方、応援していただいた方、ありがとうございます。また、協力してくださいました、ご支援いただきましたスポンサー様にも熱くお礼申し上げます。いやー、本当に楽しかったです、うん、なんかもう一回というか次回またやりたいなって思ってる味噌煮込みスキーと、いや、杞憂名ごぼう、前回ご参加いただいた皆様ありがとうございました。我々ですね、もう準備の方を5月ぐらいから少しずつやってまして、で、まあ、ようやくやれたということで、いや、これがですね、成功したということでちょっとですね、感動していたダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは最高。今夜のテーマは最高です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーあります。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。杞憂名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、
プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。先週のテーマ子供でまだ来ておりますので、はい、お読みしたいと思います、はい、はい、お願いします。あら、またちょっとこれ過激な最後のフレーズがあるけどね。過激な、うん、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。今月末、紅葉撮影メインで京都に帰るのですが、時間を見て行き別れた子供や孫たちに会いたいのですが、仕事の関係で日程の短縮の可能性もあるし、そもそも元嫁に連絡、成人済みなので許可はいらないはずですが、をしなければならず、それが嫌で躊躇しています。まだお子さんがいらっしゃるところですね。大きなね、成人出された、うんうん、これね、この後のねフレーズがとっても気になってしょうがないんだけどね。ところで王子は子供のふりをして何歳まで女子風呂に入っていましたか。王子、まあ、そういうふうではなくしね、今現在の年でもね、あの一緒に女性と入りたいですね。おだまり、うん、まあ、それが本音。おだまり、うん、何歳まで入りたいんだけど、今現在も入りたいもん。おだまり、いや、入りましたかって言ってた。入りましたか、うん、もうちょっとそこはね、もう入りましたか忘れましたんで、あなたの願望は聞いてないです、はい、あ、そうなの。願望じゃないです。あ、願望じゃないの。いつまで入ってたかもわからないですね、はい、うん、今現在本当に入りたいもん。おだまりということでございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。沖縄大使さん、今現在も入りたいんかいって。そりゃそうさ。はい、じゃあメールいきますよ。はい、キウナ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日、あ、これ選手のメールですけども、盲導犬に会いました。黒いラブラドールレトリバーでしたが、一生懸命飼い主さんの目となり働いていました。仕事中と記されたリュックを背負っておりましたが、それを外すと尻尾をフリフリ、私に寄ってくるではありませんか。なんて愛らしいこと。一瞬でやっぱり犬飼いたいっていう気持ちになりました。おうおう。ところで今週のテーマ、ごめんなさい、先週ですけれども、子供、犬を飼うことは子供を一人養うくらいお金がかかると聞いたことがあります。我が家には子供が二人おりますが、まだまだ学費やら何やら費用がかさみますね。また私や妻、そして子供たちと皆それぞれのことを行っているので、犬はまだ飼えませんなということです。おお、いい目安がありまして、小型犬で大体1万ぐらい毎月ね、うん、で大型犬で2万ぐらい、うんうん、です。あれ、うん、意外と高くない、うん、そうだね、うん、っていうことです。まあ、あの犬 の、うん、その最初のイニシャルコストは別ですけども、うんうんうん、ただね、やっぱり病気とかするとね、うん、まあそうですね、そこで保険に入るか入らないかなんですよね、うん、そうだよ ね、うん、だいぶ違ってくるみたいですね。ただ保険金もそんなに安くなくて結構高いんですよ、うんうんうん、ね、でなので、その手術費などを分割してるかどうか、分割してる気分で保険を払うかという感覚なんです、うん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 、はい、実際犬飼ってたから分かります。まあそうだ、ね、はい、うん、さっきのね、お風呂 のところで反応がいろいろ来てますよ、はい、クリームさん、抑えきれない本音わらで、沖縄大好きさん、王子は婚欲を希望、メモメモ。そしてペーターさん、何歳まで入り続けたいですか、60、70、まさかの120って。
それは生きたら120まで入るくらいですよね。おだまり。それもですね、やっぱりね、お若い方の女性ね、と入るのはいいですよね。まあね、まあ、それこそね、年配の方はダメなんですか？自分と同じような年齢がね、ちょっとそうするとね、活力もなくなってしまいますよね。それ、セクハラです。そうなの？そうよ。そうだ。じゃあ今ね、120歳って言ったから120歳のね、おばあ様と言ったらね、もう本当に、はい、湯船に入りながらお茶飲まなきゃいけないかなって、そんなふうになるでしょ。なんでお茶飲むの？それ。だってお酒飲んだら乗せちゃって、そのままあれだよ、もう危ないことになりますから。いやいや、何歳でも乗せるでしょ。危ないでしょ。で、ね、何そのな、今なんか言いかけたでしょ。だ、今あのヤスさんのこの本出しなんですけれど、はいはい、先週本当にリアルでそれセクハラですとか聞きましたね。え、そうなの？うん、言ってましたよ。言ってたよ。どの時に言ってた？もういや、どの時っていうか、まあ3回くらいなんか、これじゃないですよね、言われるタイミングがあったでしょ。え、あったの？あったあった。いや、私逆にヤス、さんからリアルでその、そのセクハラですっていうのを聞いて、感動しましたもん。おお、リアルで聞けたと思って。え、そうなの？だから僕ね、私ね、冒頭に言いましたけども、まあ、誠実な姿でね、他やってましたので、どこでそのね、ヤスさんのお言葉が出たかも全然分かってないんですけど。覚えてないの？全然。地獄を見るわよ。で、あ、そしてじゃあツイキャスに戻りますよ。はい、はい、高坊さん、最高の不快でしたね、パチパチパチって。ありがとうございます。本当にそうですよ。で、ペータさん、こんばんわんこになってるけど。今ワンちゃんのお話聞こえるかな。ひまわりさん、はじめましてかな。こんばんは。今夜のご飯鍋だったけど、デラウミアンって。鍋いいですね。鍋いいですね。まだね、ちょっと鍋やってないんですよね、実は。あ、そうなの？というか、今のね、名古屋弁の発音がみそちゃんいいですね。そうかな、いや、普通ですけど。普通ですけど。普通ですけど。あ、普通なんだね。普通ですけど。はい、ヤンポーさん、こんばんはということで。こんばんは。はい、スプリムさん、ダンサーズスタジオの皆さん、オージーファンの皆さん、こんばんはということで。こんばんは。こんばんは。FMJG 新一さん、こんばんは。先日はお世話になりましたって。こちらこそ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄からね、来てくださいまして、お越しくださいましてありがとうございます。王子もね、久しぶりにね、新一さんにお会いできて、ね、そうですよね、嬉しかったですよ。本当にお話できてね、ありがとうございました。ありがとうございます。一緒にね、味噌カツを食べましたね。はい、はい、ね。で、岐阜の9人のババさんもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。先週は楽しいお深いありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。よかった、ね、本当にね、会いましたね。お会いできてね、本当にね、先ほどから言いますけどね、滑りのない誠実なね、王子を見せることができてね、皆様にね、よかった。はい、じゃあ、カンポーさんの追加してみますよ。味噌煮込みすきさん、ダンサーさん、ひげを剃っても役みつるさん、はい、皆さん、こんばんは。わん、先週はその辺に旅行行ってたけど、近江牛のすき焼きがめちゃくちゃ美味しかったって。おお、いいね。あと浜松のうなぎも美味しかった。あ、すごいですね、近江牛とうなぎ、浜松のうなぎ、めちゃくちゃいろいろ美味しいもの食べてるじゃないですか、ね。でも紅葉はまだそんなに進んでなかったけど、愛知県で桜祭りやってたって。あれ、どこだろう。もしかして四季桜かな。あ、四季桜行ったんですかね、うん、この時期に咲く桜の種類があるらしいっていうのは、そうです、四季桜なんですけれど、ちょうど今ぐらい、もうちょっと後かなからね、四季桜がね、本来は今がシーズン、今シーズンかな、はい、なんですよ、はい、ね、紅葉と桜が一緒に見れるというところでね、はい、でも四季桜見ましたよね。あ、でね、そうなんです、私たちもね、熱田神宮のところでね、四季桜とイチョウですけれどね、はい、ちょっと素敵なコラボレーションでしたけど、ね、なかなか桜って春のイメージあるんですけれども、この時期に咲く桜があるんですけれど、それがね、紅葉と一緒に見れるということで、ね、風情がありますね、はい、あれ、なんかツイキャスにね、ヤスさんがですね、はい、それセクハラです。ほら、もう終わりです。ね、
それにね、常時でですね、あの沖縄大好きさんがですね、王子がコンビニラジオで数分後に退場させられてる理由が分かりました。そうなんですよ。そうそう、ね、あ、そうそう。1分半ぐらいで、1分か、あれは。あのね、そうなんですね、まあね、あの急なごぼうのオフ会の後に、まあオフ会の後にっていうかね、本当は そこで締める予定だったのに、もうそのまま延長線状態で、あのウィークリーコンビニラジオが始まりまして、やつさんの生放送でしたね、名古屋から中継という形であったんですけれども、もうそのままね、あのこの会場の雰囲気そのまま突入状態で、あれもう、まあ実を言いますと、ほら、まあ、はっきり本音言いますね、あれ、あれですね、時間が押しちゃってたんですよね、そうなんですよ、本来はもう8時50分に終わる予定だったんですけども、もう抽選会で盛り上がったり、もうあのきんぴらごぼうのネタで、もう爆笑でしばらくお話ししてたりってことで、なんやかんやで、あれ正確に言うと59分に終わったんですよね、59分だったんですよ、ギリギリですね、ギリギリだったんですよ、なんかその本当に流れでね、そうそう、あのコンビニラジオがね始まりましたもんね、で抽選会の時の、あのね、あの特賞、発表の時にもう自分は焦ってて、実はそうなんですね、ダンサーの焦ってて、これ、ま、これ時間がないと思って、でもう慌ててやってた、そうなんですよね、そうでもうだから回を締めないままそのままウィッキーラジオの生放送になりましたね、その流れでね、来ましたね、まあ、でもおかげでこう、ね、あの会場の皆様もこういろいろ参加し、してとても盛り上がりましたよね、そうで、でまあ、それで結局王子はなかなか登場できず、本当にそうだよあれね、もう40分前ぐらいからね、ということはですね、番組始まって20分ぐらいからね、もうスタンバイしてたんですよね、でもね、本当から言うと、まあ、30分後に、まあ、王子がね、あのコンビニラジオを乗っ取ってですね、ウィークリー滑りナイトをやるつもりだったんです、もうそれぐらいの勢いでね、あのスタンバイしてましたけども、まあ、いろんな方がおしゃべりして、まあ、君はごぼうさんもね、あのお話をされてましたけども、もうあの時焦ってね、王子出番が全然ないんじゃないのと思ってもう本当にですね、座った途端に、エンディングでしたからね、はい、エンディング流れましたね、でエンディングが流れて、え、本当にそうなのって言ってる間にですね、まあ、どなたか右左の腕を掴まれてね、ちょうどね、沖縄大工さんがね言ってますよ、終盤にラントさんとパパヤさんの2人に連行される王子が面白かったですって、あれ本当にあのこんなこと初めて、いや初めてって、すみません、この回が初めてです、ね、あ、まあそうだね、でね、もうあれすごいスペシャルでしたね、最後あれ知ってる、あの王子の声がね、待って待ってっていう声だけ入ってるんだよねそうそうそう、声がちっちゃくなったって、ちっちゃくなっていくっていうね、いや本当ね、びっくりしました、ちょうど今ツイキャスでも お出になってるパパヤさん、ラントさん、いやこの連携プレーが素晴らしかったです、ね、じゃあ最初打ち合わせしたんかなっていうぐらい、どなでもどなたがね、ヤスさんいいですよ、コンビニシャウスヤスさん、はい、王子の連行ありがとうございましたってパパヤさんに言ってますからねでしかもポメさん、ラントさんとの初めての共同作業楽しかったです、ハート、息が合ってましたね、あ、絶妙でしたね、びっくりしましたよ、だけどもう、え、本当に連れられていくのみたいなね、もうこんなことがあっていいのかしらと思いましたから ねで皆さんあれじゃ、もう爆笑だったじゃないですか、ね、知らない間にあの画面からフェードアウトしてたからね、どういうことと思って、ちゃんとよく私もあの映像何度も見てたんですけど、ラントさんがマイクを奪い取って、あの私に出さずにね、丁寧に渡していただいて、あ、そうなのそうなんだ、そうなの、そうだよ、そうだったのか、全然気づきませんでした、まあ一つね、なんとか良かったなっていうのはですね、まあ、私がいつも最後に言うね、閉店ガラガラがね、コンビニラジオの中で言えたのが一番良かったです ねちゃんと入ってましたね、言ってたね、ちゃんと閉店ガラガラしました、これだけ言わせてっていう、本当にちょっとあれね、あのやっつけみたいな感じでいや、いやでもちゃんとね、参加しましたね、だってね、もう本当にあの時間しかなかったらね、もうお話できないもの、びっくりしたよ本当に、ね、ロアさんがね、こんばんは、いつか沖縄でしてくださいって、うん、うん、実を言いますと、はい、
沖縄開催っていう方と、うん、名古屋開催っていう方の意見が、うん、真っ二つに割れてます。そうなんです、うんうん、次回じゃあ沖縄でやってくださいと、うん、次回じゃあまた名古屋でやってくださいっていう、うんうん、本当に半々だ、うんうん、ね、本当に迷いますよね、本当半々なんですよね意見が、うん、うんうん、いやうん、次回はね、じゃあ両方じゃあ両方パパ屋さん、うん、あパパ屋さんあいい方法ありますよ、うん、王子だけ名古屋 で、うん、で我々だけ沖縄でっていう、あまあまあまあ、うん、まあ、よくそのパターンもありますからね、一人王会っていうね、ああそうしたらもうガンガン飲んでもいいよね、うん、ガンガンもうそうなったらね、もうそれこそね、ズームじゃないですけどね、はい、もうみんなに見えるようにね、うん、若い女性のねお姉様方をね、うん、従えてね飲んじゃいますよ本当に。いやいやできるのそんなこと、それオフ会なの、うん、まあだからそれはただの王子の飲み会じゃないですか、まあまあまあそうかもね、うんうん、まあ、それぐらいしないとね、うん、やってられねえって感じだからねあでもあそうそう、なかなかさんがね来てくださいました、こんばんは、ありがとうございます、ということでありがとうございます。ねえ、王子滑ってなかったでしょ、全然おしゃべりしてても、ね、それが分かっていただいて本当にね良かったなと思います。王子滑ってます。あでもね、沖縄崎さんはちゃんとね、王子にも会いたいっすって、おだからやっぱりリアルで行かなきゃいけないですよ、リアルにね、うん、そういうことね、うんうん、そうそうそう、まあね、滑っても凍っても閉店ガラガラでもやっぱり王子はね、はい、こうリアルでお会いし、会いたいっていう、リアルに見たいんだ、うん、この間皆さんに見られちゃったからね、うん、素顔マンとしてのね王子をね、王子滑ってます、だからまたそれを出すからみんながそのね、うん、ポン出しがもう耳に残るんだろう ね、王子滑ってますね、だからどこが、でもね、これをこのポン出しが出れば出るほどね、ヤスさんのリアルな声がいきますよね、なんかこう聞ける感動みたいなところがありますよね、生ポン出しでしたからね、生ポン出しがね、はい、ね、バーモントさんがこんばんは、ノートパソコンを新調してツイキャスが快適に見れるようになりました、最高ですということで、ああよかったですね、よかったです、うん、ね、旧名古屋もカメラ変えたんですよね、このスタジオ、これカメラ変えたんですよ、ね、ちょっと分かりやすくなったかな、先週はですね色のバランスが悪くて、ちょっとねなんかね、なんか光ってましたよね、今はちょうどいいかなと思います、ちょっと 白光りしてましたけどね、はい、うん、ね、やすさんね、うん、王子滑ってますっていうのをね、うん、またツイキャスでね、はい、おっしゃってますけども、はい、オフ会が終わった後ですね、はい、私ね、きんぴらごぼうさんのね、はい、森光さんと、うん、ね、やすさんと3人でね、うん、コンビニラジオの続きやってましてね、まだ、ああそうでしたね、うん、私たちがね、ダンサーズとみそぎが大河君を金沢に予定があると、うん、あるということで、うん、そうなんですね、うん、我々私とみそ煮込み好き、うん、大河君を、うん、と一緒に地下鉄乗ったんですよ、そう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 、うん、で名古屋駅まで行ったんですよ、うん、で JR バスもあれ何だったっけ、うん、その寝台バスじゃないや、なんていうのかな、夜行バスだ、うん、夜行バスの乗り場までこうお見送りを、うん、そうで、ドアが閉まるまで見届ける、うんうん、本当に見届けてね、うん、そうなんですよ、はい、ね、その間にまた何スピンオフのウィークリーコンビニラジオが始まってたの、そう、まあ、これはまあ皆様にはお聞かせするような内容ではなかったですけども、もうそこではね、ヤスさんもね、うん、森さんも私のことがよく分かっていただいたと思いますっていうのは、うんうん、とっても真面目なお話、うん、うん、何だろう、うん、本当にそうだよ、うん、ね、森光さんにね、はい、なんか王子かわいいよねって言われちゃいましたね、おう、うん、でそうでしょって、とってもプリティに見えるでしょっていうね、そういうお話をしてたんですけど、うんうん、一切そうね、品性下劣なお話はしておりません、今日も冷えるわね、なかなかさんがきちんと滑ってました、こんなに滑るものなんかと、はい、リアル滑り、リアル滑りね、え、ね、ご覧になられて感動されたのかね、凍りついたか、うん、どこが滑ってたか教えてほしいんだよね、
いやどこかじゃないよ。どこがここがじゃないもんね。至るところを滑ってたよ。至るところ？うん。そしたらもうあのオープニングが始まってからずっとってこと？はい。うん。その通りですよ。全然わからないな。じゃあね聞きますよ。あなたに滑りを取ったら何が残るんですか？え？いやあなたに滑りを取ったら何が残るんですか？いや至ってこう真面目なね、うん、あのオフ会の時に、はい、もうねちょっと忘れちゃったんですけど、はい、多分言ったと思うんだけどね、うん、この旧名古屋のね、はい、王子のコンセプトとしたらね、うん、ね、クラシカルでアカデミックな番組をね志しておりますというね、はい、そろそろメール読みましょうかね。メールお願いいたします。はい、だよね。じゃあ、はい、ヤンポーさんからです。はい、ダンサーさん、みそにさん、もう必要じゃないかと思う王子こんばんは。えって書いてあるよ。あ、そうなの。そして最高といえば最高にテンション上がったことです。はい、俺はパチスロなんて興味もないしやらないんですけど、うん、先輩をパチンコ屋に迎えに行ったらしばらく先輩に待たされコインを渡されスロットすることになりました。もちろん軍資金はゼロからです。適当にスロットをやっていたらなんと2万余り儲かってしまいました。もちろん勝ち逃げです。おお、いいじゃん。ちなみに先輩は負けてましたけど、人生捨てたもんじゃないですね。どこで運が転がっているのか分かりませんからね。笑いがしばらく止まりませんでした。先輩の前で思いっきり笑いました。あら、ひどいな。終わり。うん、先輩からコインもらったから先輩にあげればいいのにね。うん。はい、だけどまあ分からないですね。これもね、ね、今度逆のパターンがありますもんね。自分が負けてね、先輩が勝っちゃうってこともありますもんね。うん、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。あら、まあ、またまたみなこさんからでございますよ。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそにこみさん、王子こんばんは。こんばんは。こんばんは。テーマ最高、やっぱり旧名古屋をツイキャスで潜って見てる時です。ああ、潜ってんのね。うんうん、王子が滑ったりリスナーの皆さんのコメントも笑いたりして最高です。これからも長寿番組目指して頑張ってくださいということでございます。はい、ありがとうございます。うん、そうだね。潜らないで、潜らないで、ね、潜らないで、うん、この男いじたってください、ね、え、そうです。いじるの？うん、みたこさんはいじらないね、王子のことを。うん、もっとね、そうなの、なんかすごくいいね、メッセージをいただけるんじゃないかなって思ってますけどね。うん、ありがとうございます。なんかパパヤさんが初対面からのズレ、うん、ズレ、あー、トークがズレてたってことかな。いや、王子別にカスラじゃないですから、ズレてはないと思いますけど。カープボーイさん、あー、そうです。カープボーイさんがね、あれ昔チャットのミーカーさんの時のマスクマンさんのメールに対する扱いがなんとなく分かった気がする、この番組聞き始めてからって。ああ、そう、チャットステーションの時結構ミカさんが軽くあしらってたりしてたもんね。うん、まあ、それもね、まあ私に対するね、ミカの愛情でしょうね。あ、うん、愛情ととっていいの、まあ、うん、愛情ととる、まあ、本当にね、こう親しみやすくね、うん、いろんなメールね読んでいただきましたけどね。あ、まあでもね、うん、はっきり言っていいですか。はい、愛情じゃないと。え、違うの？嫌悪感だ。あ、嫌悪感なの？嫌悪感なの、うん、もうあっちに行ってみたいな。そうそうそう。何それ。そうなんですか、もう、はい、びっくりしちゃいますよ。はい、はい、続いてですね、はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。気圧の変化に弱いアレックスです。ほら、アレックスさん、うん、プロレス、プロ野球見ながらの炭酸水とアイスクリームは最高ですよね。うん、そして私の大好きな内藤哲也、辻陽太、ソフトバンクホークスが勝ったら、うん、超最高ですよね。ね、うん、もしかしたらね、まあ、これ野球がお好きな方ならね分かるかもしれませんけども、はい、西武ライオンズからね、うん、山川選手ね、ホームランを取ってね、長距離バッターですけども、うん、まあ、ソフトバンクに FA で入団する可能性が高いと言われてますので、またねその方がね、うん、ホークスに入るとね、まあ、重量打線でね、また来年のパリーグのね、優勝候補筆頭だと思いますんでね、うん、またアレックスさんもね嬉しくなっちゃうんじゃないかな、ということでございます。はい、ヒカルさんが追加して、うん、こんばんは、面倒くさくなるからミーカーさんは軽く流してたかもです。面倒くさいってことか、ね、
あのイミグレさんが出遅れましたが、こんばんは。こんばんは。あのありがとうございました。お越しください。先日ありがとうございました。またね、協賛の方も、ありがとうございました。ありがとうございます。で、先日はお世話になりました。ありがとうございます。ということで、本当にこちらもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、あ、パパヤさんが愛だね、愛ってなって、愛だね、愛じゃないの、愛だね、愛ってなって、あの沖縄愛っていうかもしれない、まあ、あそこ愛だな。ということはですね、はい、あのミーガーもあの、うん、結構あの私をいじってくれてたってことなのかな。ではないな。じゃではない、うん、面倒くさくなるからっていうことでね、ヒカルさんの言ってるところがなんかちょっと合ってる気がするな。あのね、あの先週のね、あの金浦ごぼうのオフ会でもね、はい、きんぴらごぼうのお二人がね、はい、私をねいじってくれてね、うん、嬉しかったですね。もう本当にそれはね違う、うん、あ違う、うん、それはビジネスいじり、ビジネスいじり、ビジネスいじり、ビジネスだったか。あ、そうなの、うん、ビジネスいじり、うん。でなんかね、あの、うん、私の質問にはね、はい、全然答えていただけなかったっていうね。あ、うん、あ、うん、あの、まあ、あまり深く関わらないようにっていう感じ、ね、あ、そうなの、はい、はい、じゃあメールいきますよ。はい、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダーさんさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。キウナゴボウ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ウィークリーコンビニラジオからの中継の様子が流れてましたが、終盤で王子は即退場というオチで終わりましたね。ブフブフ、最高の放送ありがとうございました。ということでテーマ最高、実は昨日自宅へ戻るとポストには FM 沖縄と RBC アイラジオからの封筒が、中を見るとリスナープレゼントが当選。 おめでとうございます。それだけではなく、今朝メールを開いたら沖縄テレビのヒープホップからも視聴者プレゼントの当選メールが届いていました。すごいですね、うん、めちゃくちゃ当たってるじゃないですか。昨日今日最高の日を獲得しました。ちなみに先週は FM 沖縄のハッピーアイランドからもリスナープレゼントが届きましたよということで、はい、おすごいな。こんなに当たるもんですかね。すごいですね、すごいですね。そこまで当たったことはないですけどね、え、うん、なんかラッキーですね。でも沖縄大好きさん最近いろんなところでねお聞きするんで、ね、そうですね、まあまあまあ、やっぱりよくこういろんなところの番組に出られてるのでね、うん、プレゼントもそれだけ当たるのかなと思います、はい、ね、ありがとうございます。あのね、プレゼント当たると言ったらね、はい、あのオフ会の時の、はい、抽選会ですけども、うんうん、ね、あの新さんがね、はい、連発で当たってましたよね。あのですね、新一さん当選するんですけど、なぜか自分のデザインした王子のステッカーが当たったり、うん、あと沖縄の、ね、確かものだったじゃない、あれ、ご自分が提供された沖縄のあれでしたっけ、家賃が当たったんでしたっけ、はい、あ、そうでしたっけ、うん、あ、じゃなくて青森が当たったんでしたっけ、家賃が当たったんでしたっけ、なんかね、うん、なんかね、沖縄のものに引き寄せられてましたよね、うん、そう引きが強かったですね。ね、引き強かったですね。うんうん、ね、それで会場の青森王国さんから、はい、青森1本いただきまして、はい、抽選で使ってくださいってことで、うん、抽選会したら、はい、うん、なんとお酒の飲めない方に当たったんですよね。そうだね、うん、飾っておきますよ言ってましたね。いや、そしたらでもね、飲みに行きますって言ってる方がいらっしゃいましたけどね。でもね、あそこのね、そのお話の中でね、古酒になるからいいよって言ってましたけどね。ね、うん、ずっと飾っとけば。ね、確かに、うん、はい、はい、なかなかさんが、あ、すみません、イミグレさんがリアルに両脇抱えられて連行された人を見れたのが貴重でしたって。まあこれまた後からお話しますけどね。で、なかなかさんも、まあ両脇を抱えられて連行されそうな人ってことなのねって。あ、うん、ね、まあ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 、え、連行されそうな人、連行されそうな人ですよ。連行されちゃいましたけどね。で、あ、そうそう、沖縄 T シャツパパヤさん、今日笠松競馬場でファンファーレ吹いてきました。打ち上げに店行ったけど、あ、行ってきたけど最高に辛かった。大麻ラーメン本番前に食べたらダメなやつだあれって。あ、まあ、ピリピリしちゃうかな、うん、はい、はい、ということでね、はい、CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい、
古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい、はい、いや実はですね、ちょっと最近名古屋は栄養コーナーが脱線気味だったんですけれども、はい、あのね、うん、今ねちょうどあれですね、あの、うん、私自分で言おうと思ったんですけども、はい、そういうお叱りを受けましたので、はい、今日はね、名古屋は栄養コーナーに、うん、乗じた話をね、うん、しようかなっていうのはね、うん、そのオフ会の次の日ですね、はい、まあ、名古屋で有名な、ね、ヤバトンさんでですね、はい、久しぶりにね、あれば、うん、味噌カツになるのかな、うん、味噌カツ、ね、うん、美味しかったですね。鉄板だったよな、これが、ね、はい、美味しかったですね。本当に久しぶりにね、王子も食べましたけどね、うん、ちゃんとね、名古屋を栄養に、関するお話でしたね、今はね。うん、そう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 、うん、あれ、そこから広がらないの？広がらない、うん、食べたっていう、うん、食べたっていう、そこ食べて美味しかったっていう、まあ、あとはみそちゃんにお任せしますね。ちょっと待って、その何で無茶ぶりというか、そのなんか氷投げたような。だからさ、またね、うん、そこから違う路線に行くとまずいなと思ってさそうそうそう、うん、やっぱりね、すごくその喜友名ごぼうのイベントをやって、うん、もちろん県外からたくさんね、はい、いらっしゃいまして、はい、で感じたのは、改めて自分の町の良さを再認識しました。うん、で、まあ、当たり前に名古屋飯があるわけですよ、うんうんうん、でもこう一つ一つを取り上げると、実は胃袋足りないって思うぐらい、うん、まあ、滞在期間ある程度皆さんこう、ね、うん、何日間かいらっしゃってたんですけれども、紹介してきますけど、その名古屋飯はこういうのがあって、ああいうのがあって、そういうのがあってって言って、でも考えたら胃袋足りないねっていう話になって、うんうん、でやっぱりそのとにかく一緒にいらっしゃった方と名古屋飯をもうとにかく、特に大河くんはもう滞在時間も短かったですから、11時間そうだから、この短い滞在時間でいかに名古屋飯を種類を食べていたかってことを考えて、
そうですね。そうそうそう。で、ね、まあちょっと合間見てね、オフ会始まる前ですね、あのみそちゃんの計らいでですね、あれは手羽先と天むすですね。天むすですね。いただきましたけど、それもね久しぶりに食べるとね、名古屋人の私もね、ものすごく美味しかったですね。そうなんですよね。やっぱそれをね、あの県外の方にね、あの食べていただくとね、こうまたあの名古屋飯の良さがね、分かっていただけるんじゃないかなと、思いますね。久しぶりに自分はあの手羽先いただいたんですよ。あ、はいはい、いいなと思いましたもん。ね、あれやってましたね、手羽先を早く食べる、食べ方ね。食べ方ね。あれね、本当5秒で食べれる、食べれる、食べれる。あれ実践してなんかやってましたけどね、本当に熱々のうちでやるとできるんですね。 そこなんだよね、熱々のうちならできるんだけど、少ないとね、冷めると、骨と肉がね、あとひっついちゃうんですよね。でも、キウナゴボーの会場の青森王国さんが本当に手羽先の山ちゃんのところから本当に近いところにありまして、いやもう本当に手羽先の冷めない距離でしたよ、あの会場は。なのでね、熱々で、あ、で FMJG 新地さんが、いやーすんげー美味しかったです、カレー煮込みうどんと味噌カツということで、そうなんですよ、 FMJG 新地さんとはね、まあ、あの前日というか木曜日にちょうど到着されたんで、カレー煮込みうどんを食べたんですけれども、ね、あれはね、あの味噌なんで、なんと山本屋さんでしたっけ、そう、山本屋総本店がやっているカレー煮込みうどんなんですよね、確か1店舗しかないと思うんですけども、そこへ行ったんですよね、いや美味しかったですね、本当に美味しかった、本当に美味しかったですね、あのね、バーモントさんがね、あの手羽先は風来坊派です、あのね、やっぱりこれ、ね、これありますね、ね、この、ね、山ちゃんが風来坊派、これもね、真っ二つに分かれる、分かれますよね、ね、あの王子はそれこそね、あの山ちゃんのね、手羽先いただきましたけども、王子も風来坊派です。そうなんだ、そうなんだ、ね、パパヤさんが手羽先5秒山ちゃんで挑戦しました、無理だったって。まああれもね、まあ慣れじゃないですけど、食べ方覚えちゃうとね、ピッピッピッピ食べれますからね。そうそう、でもね、私やっぱりね、あの食べ方でやなくてね、なんかこうやっぱりゆっくり食べたいですね、あの骨についたところまでなんか味わいながら食べたい人ですね、まあ分かります、味わって綺麗に食べたいって、そうそうそうです、なんならこの持ってる手の部分ですよね、あの部分のなんかあの細い身がまたね、時間かかるんですけど、それもだからね、スパイスと絡んでいいんですよ、前歯とね下歯でこうグッと挟んでピッピッてって取って食べるんですよ、だけどね、あれ思います、歯のない人はできないですね、そうだよね、ちょっと歯茎痛くなっちゃうよね。ね、まあそれがね、まあ王子もね、育っていつも食べてますけど、まあ美味しいなっていうのは、まあどこのね、あのお店のね、手羽先でも美味しいですけどね、やすさん、やすさやかさん、ヤバトン美味しかった、ね、東京にもありますからね、はい、美味しかったですよ、イミグレさんが伏見の若シャチの、カレー煮込みの美味しいですよね、シャチ、若シャチがシャチンチかな、シャチンチのことかな、ですね、いや本当美味しいですよ、ね、FMJ 自身さん、次は手羽先にチャレンジですねっていうことで、そうですね。そうですね。あ、そうです。まだ手羽先まだだったですね。ですね。はい。で、イミグレさん、名古屋に行くと食べたいものがいっぱい。なのでホテルの朝食でひつまぶし、味噌カツ、きしめんを堪能しましたって。あ、すごいですね。朝食でそれだけ味わえるっていうね。すごいですね。すごいですね。で、なかなかさんが、生粋の名古屋人としてはきしめんはほうれん草が必須。というか、きしめんといえば名鉄名古屋駅の立ち食いってこと、わかります、ほうれん草が入って、花かつおが入って ね、そうだね、そうそう、わかります、でも名鉄名古屋駅の方なんですね、名鉄名古屋駅も立ち食いの、あります、あります、あるんですね、神宮前もなかったかな、
私ね、あの金山で通ってた頃にですね、通勤で、はい、あのちょうど JR のホームにいるんですけど、はいはい、あの目の前に名鉄の金山駅があって、はい、でこう JR の電車が通るたびにその電車の風でその名鉄の金山駅のきしめんの匂いが JR のホームに来るんですよ。あまたあれが出汁の香りがねよくてですね、ちょうどこう帰る時ですからね、うん、通勤で、うん、でもこの前のね熱田神宮にあったの宮城市、はいはいはい、うん、本当に綺麗になりましてね、ね、うん、改装されて今時になりましたね、はい、カフェテリアみたいな、ね、カフェテリアになってました、うん、変わりました、あ変わったんですか、私あの昔とは違います、2年か3年前に、うん、はい、熱田神宮 の宮城市民行ったんですけど、はい、まだちょっとその池もまだ整備されてなくて本当に普通に天然の池 で、うん、でその横にきしめん屋さんがあって、うんうん、私蚊に刺されながら食べてましたからね、うんうん、ちょっとこうやぶが茂ってた感じなんですけど、今ちょっとねカフェテリアっぽくなってね、うん、なんか綺麗になりましたよ、あそうなの、うん、ちょっとこうシャレっぽくなってるって感じ、ね、そうですね、あそうなんですか、うん、なんですよ、あで山中さん、滑り税理士の山中です、はい、滑り税理士のってもう自分で名乗ってるけど、うん、で今夜は手羽先でした、本場名古屋の手羽先食べたいということで、ああそうか、あれ今日ね今晩どちらで手羽先を召し上がったんでしょうかね、うんうん、はい、うん、ということで、はい、はい、ということで名古屋飯談義でした、名古屋は栄養コーナーでした、はい、はい、ご紹介します、ちょっと待ってください、ね、はい、今なんかちょっと緊急速報が鳴ったようです、スマホが鳴りました、うん、ね、光さんがね、はい、うん、あなんか沖縄でミサイル発射警報ということで、うんうん、今どんな感じでしょうかね、これまた北朝鮮がっていうことなんでしょうね、ですかね、ちょっと今スタジオがね名古屋ですので、うん、今ねパパヤさんからちょっとツイキャスでちょっと情報もらってます、北朝鮮は大丈夫ですか、はい、なんか情報出ます、はい、ああ北朝鮮は衛星ロケットを11月22日午前0時から12月1日午前0時までの間に打ち上げると日本の海上保安庁に通知しましたということで、おう、うん、ということで今パパヤさんからちょっとツイキャスでもらってますけれども、ヒカルさんがスマホが鳴りましたということで、ね、どんな感じなんでしょうかね、ということはまだ発射はされてないってことですね、うそうするとね、ただFMJ 新一さんもただいま沖縄で警報ということで、うん、うん、ちょっと情報が気になるところですけれども、ちょっとまだ正確な情報がまだ ね入っていませんので、はい、またちょっと分かり次第ね、なんかお伝えできることがあればと思います、はい、じゃあメールお願いします、はい、はいはいはい、メールご紹介します、旧名古屋の皆さんこんばんは、名古屋の工場長です、あらお久しぶりでございます、17日開催された旧名ごぼう最高に楽しかったです、きんぴらごぼうさんのコント、皆様との交流、食事も美味しかったし、名古屋でまだ販売されていない青森などとても充実したイベントでした、次回もありましたら必ず参加しますということでございます、ありがとうございま す、 本当に、ね、私もですね工場長とね久しぶりに、ね、お会いしてね、はい、でもね最後の方かなり酔っ払ってましたね、弾けてましたんで、ね、うん、またそれがね可愛らしかったんですけどね、うん、工場長ありがとうございます、ありがとうございます、あどうぞ続けてメール、はい、続いてですね、これはですね、岐阜のキュウリのバーバーさんからです、先日の急なごぼうのオフ会とても楽しかったし、きんぴらごぼうさんのお笑いも面白かったです、ね、ご参加いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、お笑いを生で見たことがなかったので、はい、とても新鮮で良かったです、私は沖縄中なので沖縄の若手お笑い芸人さんはできるだけ応援しなきゃと思いましたよ、
本当に最高の不快でした。ちょっと待ってください、はいはい、情報ありましたか何か、ですね、J アラートが鳴ったみたいですね。あ、はいはい、あ、沖縄県全域が対象地域になっております、はい、うん、J アラート国民保護に関する情報、はい、ミサイル発射、ミサイル発射、北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます。お、建物の中または地下に避難してくださいという情報です。 J アラートの情報です。はい、でも発射されたってことですね、はい、そうすると沖縄県全域になってます。お、対象地域は沖縄県全域ですか。はい、あと M、M ネット、はい、北朝鮮からミサイルが、沖縄県の方向に発射されたものとみられるという情報です。はい、これあれですかね、その通報しあのなんていうんですかね、あの22日から12月1日までにっていう情報はこれ夕方の情報ですね。夕方ですけど、これ現在ですね、現在進行形です。現在進行形です。はい、はい、もう一度繰り返しお願いします。はい、J アラート情報、はい、ミサイル発射、ミサイル発射、北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます。建物の中または地下に避難してください、うん、対象地域沖縄県全域です。ね、建物の中や地下へ避難してくださいという情報です、うん、これでも沖縄地下がないですからね、うん、これね高坊さんがね、はい、もう着水してますよっていうことで、うんうん、まあ、そこら辺がですね、あの、まあ、こちらに情報がね、素早く入ってこないもんですから、はい、うん、で発射されても、海に落ちたということなんでしょうね。はい、うん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 、はい、じゃあメールの続きをですね、はい、ね、岐阜の9人のバーバさんからですけども、はい、またぜひ参加したいです。まあ、オフ会ですね、ダンサーさん、みそさん、王子さん、企画やら準備片付けなどお疲れ様でしたということでございます。でもね、まあ、このね、オフ会のお話ですけども、王子が滑ってたよっていうことは一切書かれておりませんので、はい、うん、やっぱり、ね、ちゃんとね、あのオフ会にあの王子きちっとした形でね参加できたなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。メール紹介します、はい、ダンサーさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。オフ会は正解だったようですね。正解というのは盛り上がる会でもね、うん、次回はぜひお邪魔したいです。いや、ぜひよろしくお願いします、うん、テーマ最高、最高、いや究極の富士山を撮るために京都に帰省がてら伊勢二見の夫婦岩から200キロ以上離れた富士山頂から月が昇るパール富士を撮影する予定にしていたのですが、1年に1回のチャンスの11月27日は曇りや雨の予報が、あ、1年に1回だけしか撮れないんですかね、うん、パール富士、うん、あのね、来年ももちろんチャンスはあるのですが、京都の紅葉にはだいぶ早い11月中旬ダメ元で今年二見に行くか、パール富士は来年に期待して帰省も来年にするか今激しく悩んでいますということで、うん、ああすごいですね、うん、京都に帰省するタイミングでこのなんていうんですかね、この富士山のこのチャンスにするか、それか、今年は二見の方にの夫婦岩のところで撮影するかっていうところを悩んでらっしゃるんですね、うん、あのどちらも多分チャンス撮影するチャンスがその1日しかないってことですよね、うんうんうん、そうだよね、うん、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかちょっと待って、なんかあのなんかヤンポーさんが緊急滑りアラートが出たのかって聞いてますけど、あ、まあ、その時はあのマイク切りますので、ね、ちょっとでパパヤさん、はい、滑りミサイルが海に落ちましたって滑りアラートになってるし、はい、ということでエンディングです、はい、ということでエンディングです。来週のテーマは感謝。来週のテーマは感謝です。両親に感謝、同僚に感謝、お客様に感謝など感謝エピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート名古屋東海協和、
自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田トリプルエイト。入居者募集中、名古屋熱田トッペロン。経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人。名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。アートワークウェブサイト FMJG。 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合。お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市中田おやつと軽食の店夢屋。相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいました。ありがとうございました。なんか滑りアラート名古屋がやばいって言ってますけれども、はいはい、本当にね、NHK などね、情報きちんと情報きちんと、はい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 、閉店から。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございます。ちょっとね、後半ね、緊急速報がね、入りましたんで、ということでね、はい、ね、まあ、緊迫の情報だったので、名古屋の放送がほっとしますということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、引き続き情報に気をつけてお過ごしください。そうですね、はい、はい、ではまた来週です。ありがとうございます。はい、閉店からから。